すごい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 。休み行っちゃいそう。はい、この駅。はい。この河津桜はもう、あ、完全に葉になって、葉っぱになっちゃった。これ全部河津桜だったんですよ。あ、本当に？うん、これ全部そうよ。あの辺もこの辺も全部そう。ああ、もう真緑じゃん。何にもないじゃん。うん、何にもないね。ここでいいか。よいしょ。うわあ、見事だな。見事に葉っぱだ。よし、じゃあ行きましょう。おっと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 、危ねえ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 。そんな余計なこと考えてるから。どういうダイナミックなんだ。確かにそれもダイナミックだけど。どうしても立ちこけ動画を撮りたい。やめてやめて。あああああああ。やっぱりダイナミックにした方がなんか気持ちよさそうだな。あ、どうした？違う。ダイナミックって言うから、俺もモード変更しようって言ったら。はい、ダイナミックになった。よし。俺もスポーツ行ったよ。なんでそんな走り方してんだこの人。ダイナミックモードがさ。おお、もうこんなに上がった。ね、一気に上がりますよね。桜、おお、うわ、本当だ、わあ、おお、素晴らしい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 ね。これは満開だね。満開だね。満開満開。2週間。うわあ、すごいね。2週間だね。あ、700メートルあるもん、もう。おお。綺麗だ綺麗だ、うわー綺麗だよ。あ、この光もいいじゃないの。素晴らしい素晴らしいよ。うわ、結構もう車入ってんだな、すごいな。はい、あるまんまでいい。ここへじゃあ並べて止めろと。はいはい、はいはい、よいしょ。ちょっと前下がりだな。ちょっとロー入れとくか。よいしょ。おー、すごい満開だ満開。あ、これまだ咲いてないの。これはウコンか。これはウコンか。なんでこれ咲いてねえんだって言ったら。
これから取れるんだよ。ねえ、でもつぼみだよね。これから。寒山ウコン。いいね。最高ですね。素通りしたもんね、ここね。4月3日の時点でほぼ満開に近い、ソメイヨシノがまあほぼ満開ですねって感じでした。はい、さすがロイヤルエンフィールド、困りが効く。OK かな、いいかな、行っちゃおうか。じゃあどうも、おお、すごいね、本当に満開だね。そう、浮いたんだよね。うん、え、ここ、うん、そう、そう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 、おお、危ねえ。すごいなって書いてある。そうそう、すごいねって去年言いながら通り越しちゃったんだよな。2週間持たないな。やっぱ山は一遍咲くから綺麗だよ。うん、ヘルメットをかぶるのがめんどくさいぐらいに。ロイヤルエンフィールドハンター350のご紹介です。これはまだ納車したての、今日ご一緒しているモリシーさんのセカンドバイクとしての、まだ納車して1週間経ってないっていうね。遠いですか。はい、走行距離まだ700キロ。何が硬い？あ、サイドスタンド。はい。じゃあちょっと乗らせてもらいます。よいしょ。おお、おお、軽い。軽い。引き起こしが軽い。あ、本当だ。サイドスタンドが硬い。で、エンジンはどうやってかけるんだ、これ。赤いの。赤いの、左？
おお、ポコポコ、おおおポコポコいってる。短気筒の。それでは、あ、本当はクラッチ硬い。あ、遠い。え、まだまだまだ、どこどこ、あ、こんな遠いんだ。おお、ほいほいほい、あ、なんかいいな。おー、あー、ポコ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 いってる、ポコポコいってる。あー、いやー、あんまりここでクルクルしてって怒られちゃうな、駐車場の中でな。おー、あ、自分のバイクを誰かが乗ってる絵っていうのもなかなか見れないので楽しいな。あ、これは、あ、意外とでもね、窮屈さはないんだな、これ意外と窮屈じゃない。あー、そうなんだね、意外と。あー、はいはい、あんまりやってると怒れちゃうからこの辺にしとこうか。はー、なるほどね。あ、思ったよりねちっちゃいかなと思ったんですけど、乗ってみるとね、あのシートコン790ぐらいしてたけど、もう全然ベタ足もいいところで膝も曲がってんだけど、あのね、そんなに窮屈さはないんですね、乗っちゃうと。これ乗られてる方はあの身長がもう190届くんじゃないかっていうぐらい、185センチ以上あるぐらいの人なんですけど、それでもね、あの意外と楽だって言ってましたけど、そうですね、うん、うん、これ見た目よりもね楽かもしれない、あのライディングポジションっていうの、この身長のね割には。はい、そんな感じでした。ポコ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 、あのいい振動で、適度な振動で楽しいバイクでした。はい、ありがとうございます。はい、今度は師匠のね NC7X 初乗りです。初乗り、え、どうすればいいの、まずここがねえのかも。まずエンジンをかける、キーをひねる、キーをひねる、キーをひねる、あ、はいはい、キーをひねる、エンジンをかける、エンジンをかける、はい、いや、これが、え、サイド上げる、リアブレーキを踏む、ドライブはどれ、 D、 はい、はい、これでもうオートマ状態になってんの、はい、アクセルを入れる、最初はブレーキにずった方がいい、はい、金物屋さんが絶賛してたからな、これ年取ったらどっちだわ、あ、これで、あ、あ、出るわけね、ブレーキを離すと出るんだな、あ、面白い、ちょっと、おお、ギア変わってる、ギアが勝手に変わったぞ今二足に、おお、あ、別に乗っちゃえばさ、乗っちゃえば別に、まあ、これはいいよ、シフトチェンジしてないからね、こういう平地でただ走ってるだけだからいいんだけど、これがさ、クラッチがないっていうのは、低速走行した時に、おい、なんかエンストする恐怖がさ、ずっとあるよね、エンストする恐怖だね。不思議なもんで、こう
緊張してバイク乗るときって無意識なんだけどニーグリップすげえしてるもんだね。おお、怖い怖い怖い、止まんのが怖い、止まんのが止まんのが怖い、止まんのが怖い、止まんのが怖い。これどうすんの、サイド出す、サイド、あで止まっちゃうんだ。結構立ってるねこれ今ね。ちょっとこっちが上がってんのかな、これちょっと上がってるね。え、これで降りちゃっていいの、大丈夫。トルクあるね。でエンストしないっていうのをちゃんと頭が理解してれば楽ですよね、やっぱりね。それを覚えればね、左と、うん、これが以上、何ハンター350と NC7 半 X の試乗インプレでした。ただクラッチがないと怖い。さあじゃあ行きましょう、はいはい、いいかな、はいはい、OK かな。じゃあまた来た道を戻りますね、はいはい。ここも桜綺麗でしたよ、さっきちょっと見に来たけど。素通り全然お寺来なくなっちゃったね。あ、これ全然いつも素通りになっちゃったな。中野岳神社やっぱりみんなと行動してるときはなんかあんまりあれだね、うん、お参りとか行かなくなっちゃうね。桜見るのが目の、うん、ね、珍しいぐらいで、それでいつも素通りしちゃうんだよ、うん、そうなんだよな、うん、ね、御嶽神社とか公園とか東郷公園とか行くのさ、うんうん、いやここすごいな、ここの桜が綺麗綺麗。桜の里線だね、人ともに桜とかこういうのがいいなって思うようになるね、うん、あ、満車ですよ、もう満車。あ、そうだ。やっぱり お昼目指してくるんだね。うん、で満車の人はじゃあ上の駐車場みんなあれ上がってきたのはみんなそうなのかもね、うんうん、下が満車でじゃあここから降りる、うん、これどんどん上がってくるもん。いや今日作戦勝ちだな、よかったな、早く来てな、うん、まだガラガラって言えたもんね、うん、怖い。車止まってるの見ちゃったからな、うん、あーっとっと危ねえ、よかった、ごめん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 、ヘアピンだ、ヘアピン、ヘアピン、ヘアピン、結構なヘアピン、結構なヘアピン、おー最後、最後きつい。ダマイさん、一番前行かなくていいのかな。いや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 。だよ本当に。本当に林道になってきたよ。いやいやいや、これはもう大丈夫かい、大丈夫かい、雨目指す峠みたいな感じになってきたよ。うん、それじゃあ行きましょう、春菜さんから。はい、一番先頭が師匠ですね、でダマエさんの Z900、 そしてモリシーさんのまだ、納車まだ1週間経ってない、ロイヤルエンフィールドハンター350です。
春名富士。はい、じゃあここからダウンヒルスタートですね。ダウンヒルダウンヒルスタート安全運転で。おーおーおーおお、豆腐店がいた。何これ何これ。いや、ただ書いたんじゃないですか。何これあそこまで再現する。え、あのチャリどうしたの。今のチャリの人休憩してただけ。そうだよね、一回入るんだ。あ、これだから、これだ。それだ。まあ、いっぱいでしょうけども、止められるかな。まあ、とりあえずちょっと一回。はい、お疲れ様でした。というわけで、今日の、桜、日本の桜を見に行こうツーリング第3弾になるのかな。某の62としてはね、妙義山の桜の里行ってきました。でその後、妙義山の後に、春菜さんか、春菜さん登って、で水沢うどんを食べて帰ってきたという一日でした。はい、天気も良くてもう最高でした。それではまた来週どこかでお会いしましょう。さよなら。